昨シーズン38年ぶりの日本一に輝いた阪神タイガース。今シーズンはここまで苦しんでいるものの、年齢的に今が旬の選手が多く、あと数年は優勝争いができるでしょう。一つ懸念があるとすれば、今シーズンに FA 権を取得した選手、取得する予定の選手が多いという点です。シーズンオフ、一気に他球団に流出ということになれば、大幅な戦力ダウンは避けられません。今回は今シーズン FA 取得した、もしくは取得予定の阪神の功労者5名に注目して、FA 宣言するのかを検証していきます。大山祐介、29歳、筑波秀英高校、白鴎大学、2016年ドラフト1位。一人目は大山祐介選手です。右の長距離砲として大学時代活躍していた大山は、当時生え抜きの主砲がいなかった阪神にとって、まさに喉から手が出るほど欲しい人材でした。しかし、2016年のドラフトは投手に優秀な人材が揃っていたこともあり、世間の大山への注目度は高くありませんでした。それゆえ、阪神が大山を指名した際に、ドラフト会場に訪れていた多くの阪神ファンが挙げたのは、歓声ではなく、悲鳴に似たどよめきでした。あれがあったから頑張れている部分もある。あそこで悲鳴を上げた人、全員を後悔させてやるんだという感情は、今も持っています。と、プロ通算100号を放った際にコメントした通り、ドラフト時の悔しさが今も大山のモチベーションになっています。入団1年目から1軍で経験を積んだ大山は、3年目の2019年には開幕から4番としてシーズンを迎えます。打率2割5分8厘14本塁打 OPS714 と物足りない数字に終わりますが、2020年シーズンには打率2割8分8厘28本塁打 OPS918 とキャリアハイの成績を残します。翌年以降も好不調の波は激しいものの、チームの主力として活躍し、3年連続20本塁打を達成します。岡田彰布監督が就任した2023年には全試合4番スタメン出場を果たし、打率2割8分8厘19本塁打 OPS859 の成績を残し、リーグ優勝日本一に大きく貢献しました。次につなぐ意識が増したことから、ボール球に手を出すことが少なくなり、記録したフォアボール数99、出塁率4割3厘はいずれもリーグトップの数字でした。華麗な一塁守備、凡打でも決して諦めない全力疾走、練習に取り組む姿勢、どれをとっても模範になる選手で、チームメートからの信頼も厚い選手です。2024年シーズン中に国内 FA 権を取得する予定だった大山は、2023年オフに球団から複数年契約を提示されたものの、単年契約を選択して2024年シーズンに臨みました。しかし、2024年開幕直前に下半身のコンディション不良に悩まされたことも影響し、開幕から絶不調に陥ります。6月には2軍降格も経験します。不振による2軍降格は2018年6月以来、実に6年ぶりでした。1軍再昇格後も本来の打撃はできておらず、8月21日現在、打率2割4分4厘11本塁打 OPS704 と昨年の安定感は影を潜めています。 FA 権取得年にガクッと成績を落としてしまい、苦しい印象のある大山、今シーズンの成績とおそらく他球団より阪神の方が大山のことを高く評価している点も踏まえて、基本的には FA 移籍はしないのではないでしょうか。しかし、入団から8年間、人気球団の主軸として常にファンから厳しい声をかけられ、プレッシャーと戦い続けてきた大山は、環境を変えて自分のペースで野球をしたいと考えても不思議はありません。昨シーズン終了後のインタビューで、これからのタイガースはテルがメインでやっていくべきだと思うんですと意味深な発言をしていることからも、今年例年通りの成績を残していれば FA 移籍する可能性は高かったと思いますが、今後の動向に注目です。坂本誠志郎、30歳、履正社高校、明治大学、2015年ドラフト2位。2人目は坂本誠志郎捕手です。投手の長所を引き出す配球とダルビッシュ有投手がうまいですよね。
あの人を見ていると気持ちがいいし、どんなフレーミングなのか一回投げてみたいと絶賛するほどのフレーミング技術を持ち合わせる坂本は、入団以来毎年一軍出場を果たしています。2018年から2021年中盤にかけて梅野龍太郎が主戦捕手で、坂本は2番手捕手という構図が続いていましたが、チームと梅野が不調に陥った2021年終盤戦で、坂本は自らの存在価値を大きく示すことになります。10月12日の巨人戦、この日から坂本は不調の梅野に代わりマスクをかぶっていました。6回裏2アウト満塁のピンチで打者大城卓、投手は当時最多勝争いをしていた青柳晃洋。このシーズン、青柳は左打者には外角低めに沈むツーシーム、右打者には膝下に食い込むツーシームと外角へ逃げるスライダーを軸に打者を抑えていました。しかし、ワンボールツーストライクから坂本が投げさせた球種は、なんとシーズン中ほとんど使っていなかった高めの直球でした。予想外の球種に大城のバットは空を切り、阪神バッテリーは窮地を脱したのです。相手を研究する洞察力、ここぞの場面で相手の読みを外す配球をこの試合で存分に発揮した坂本は、この日から最終戦までスタメンマスクをかぶり続け、11試合の平均失点は 1.45 と素晴らしい結果を残しました。2023年シーズンには村上頌樹、大竹耕太郎が先発した試合すべてでマスクをかぶり、村上の新人王とシーズン MVP に輝く活躍、大竹の12勝をマークする活躍をアシストしました。8月に梅野が骨折で戦線離脱して以降は全試合出場を果たし、先発76試合で勝率6割8分9厘を記録し、チームのリーグ優勝と日本一に大きく貢献しました。今シーズンも投手陣を引っ張る役割を期待されましたが、バッテリーを組む村上、大竹が昨シーズンの安定感がないこと、伊藤将司が絶不調に陥っていることもあり、48試合で勝率4割9厘と苦しんでいます。岡田監督から配球面について苦言を呈される場面も目立ち、8月11日には2軍降格となりました。結果論で苦言を呈されることで、坂本が不満を募らせている可能性も否めません。このままシーズンを終えることになると、監督が原因で FA 宣言する可能性が高いでしょう。打力が低く、レギュラー捕手としては物足りない印象のある坂本ですが、人的保障も金銭保障もない C ランクということもあり、2番手捕手として欲しがる球団は多いでしょう。投手陣の癖や性格、球筋を理解している坂本が他球団に流出することは、阪神にとってかなりの痛手になるので、何としても流出は阻止したいところです。糸原健人、31歳、海星高校、明治大学、 JX エネオス、2016年ドラフト5位。3人目は糸原健人選手です。身長175センチと小柄ながら、高い打撃センスと広角に強い打球を放つパンチ力を持ち合わせている糸原は、主にサードとセカンドをこなす内野手です。1年目の2017年シーズン、66試合に出場し、打率2割5分9厘、1本塁打、 OPS720 の成績を残します。2年目にはチーム唯一の全試合出場を果たすと、打率2割8分6厘、1本塁打、 OPS752、 出塁率3割9分という好成績を残しました。シーズン途中から1番セカンドとして定着した糸原は、選球眼を生かしフォアボールを選ぶこともでき、壺に入れば外野の間を抜く打球も打てるという、まさに相手が嫌がる打者でした。2019年以降も正二塁手としてコンスタントに試合に出続けるも、2020年に右手有鉤骨を骨折した影響なのか、骨折以降徐々に長打が減っていき、それに伴い投手が積極的にゾーンで勝負してくるようになり、フォアボールの数も減少していきました。さらに二塁の守備でも守備範囲の狭さやダブルプレーの取りこぼしが目立ち、セカンドとしてスタメン起用することに疑問の声が上がっていました。そして守りの野球を掲げる岡田彰布現監督が就任した2023年シーズン、糸原の持ち場は正セカンドからサードの控え兼代打の切り札へと変わりました。
シーズン序盤は慣れない代打に適応するのに苦しんでいましたが、中盤以降は貴重なフォアボールを選んだり、勝負どころでの一打を放つなど存在感を見せました。日本シリーズでも第5戦で終盤の大逆転につながるしぶとい安打を放つなど、10打数4安打と勝負強さを発揮しました。打率2割3分6厘という成績以上の働きを見せた2023年シーズンでした。今シーズンも打率2割2分3厘と目立った成績ではないものの、佐藤輝明が不振でスタメンを外れた際にはサードとして出場し、いきなり猛打賞を達成したり、劣勢の終盤に代打で出場しフォアボールをもぎ取るなど、求められている役割は果たしています。そんな糸原は今年4月に FA 権を取得しました。阪神としては代打の切り札として糸原を最大限評価していますが、サードには球団の顔になるべき選手である佐藤がいるため、レギュラー争いをさせるつもりはないでしょう。糸原自身31歳とまだまだ代打に甘んじる年齢ではなく、サードの守備も無難にこなせることから、他球団に移籍してもう一度レギュラー争いをしたいと考えても不思議ではありません。青柳晃洋、30歳、川崎工科高校帝京大学、2015年ドラフト5位。4人目は青柳晃洋投手です。青柳はサイドスローとアンダースローの中間から投げ込むクォータースローと自称する独特なフォームから投げ込む最速149キロのストレート、ツーシーム、スライダーが武器の変速右腕です。入団当初から制球力、クイックモーション、フィールディングなど課題が山積みだった青柳ですが、地道な努力で課題を潰していきました。1年目に 5.27 だった予四球率は、4年目の2019年シーズンには 2.64 まで改善。1年目に数多くの盗塁を許したため、クイックモーションの技術向上に取り組んだ結果、高速クイックを習得しました。苦手なフィールディングでは近距離の送球は下手投げ、遠距離での送球はあえてワンバウンドでの送球を心がけるなど、形にとらわれない方法で投手としての隙をなくしていきました。その成果もあってか、2021年に飛躍を遂げます。25試合に登板して防御率 2.48、 13勝6敗という好成績を残し、自身初の2桁勝利、最多勝利、最高勝率のタイトルを獲得します。翌2022年も24試合に登板し、防御率 2.05、 13勝4敗と前年を上回る成績を残し、山本由伸投手とともに NPB 史上初となる2年連続最多勝と最高勝率を獲得しました。最優秀防御率のタイトルも獲得した青柳は、2023年以降も阪神のエースとして活躍を期待されました。しかし2023年シーズン以降、青柳は長いトンネルに入ってしまいます。他球団は青柳対策でスタメンに左打者をずらりと並べ、際どい球は見逃し、徹底的に逆方向に狙い撃ちしてきました。そのため一人当たりに要する球数がかさみ、早いイニングで降板する試合が増えました。また青柳自身、投球フォームを崩していたこともあり、フォアボールから自滅するシーンも増えました。不調が続き、2軍降格も経験した青柳はこのシーズン8勝を挙げるも、防御率は 4.57 と入団以来ワーストの数字を残してしまいました。巻き返しを狙う今シーズンも、ここまで8試合に登板して防御率 3.83、 1勝3敗と精彩を欠き、現在2軍調整中です。数字以上に内容が悪く、タイトル獲得時に有効だった左打者の内角に切れ込むボールが現在は全く投げ切れず、左打者を抑えるビジョンが浮かばない状況です。急にストライクが入らなくなることも多々あり、計算の立てにくい投手となってしまっています。今シーズン中の FA 権取得は現状厳しい青柳ですが、取得した場合 FA 宣言する可能性は大いにあるでしょう。青柳は実は甲子園球場を苦手にしており、タイトルを獲得した2021年、2022年でさえ登板した7球場の中で最も防御率が悪かったのです。一方でバンテリンドームでの通算防御率が 2.50 以下という点や、京セラドームでも好投をしている点から、マウンドの傾斜が急な球場を得意としていることがわかります。セリーグの打者には完全に対策されている感のある青柳ですが、
対戦の少ないパリーグの打者に対してはまだまだ通用するはずです。以上のことから京セラドームを本拠地にしているオリックスが青柳にとって一番力を発揮できる移籍先と言えるでしょう。青柳にとって環境を変えるタイミングなのかもしれません。原口文人、32歳、帝京高校、2009年ドラフト6位。5人目は原口文人選手です。勝負強い打撃と長打力が売りの原口は捕手として入団しましたが、椎間板性の腰痛が原因で2012年終了時には育成落ちしました。その後も度重なる怪我に悩まされましたが、2016年にキャンプから打撃でアピールを続けると、4月に実に3年ぶりの支配下登録選手復帰を果たしました。この年は終わってみれば打率2割9分9厘、11本塁打、 OPS829 と大きく飛躍しました。2016年終盤に右肩を痛め、早急に不安が残ることもあり、2017年以降は捕手に加えてファーストを守ることも増えました。2019年には大腸がんを患うも、手術を乗り越え6月に見事一軍復帰を果たし、代打を中心に打率2割7分6厘、1本塁打、 OPS665 の活躍を見せます。以降は代打の切り札兼ファーストの控えとしてチームに貢献しています。岡田監督が就任した2023年シーズンは右の代打の切り札として打率1割9分2厘、2本塁打、8打点という成績に終わりますが、要所で記憶に残る活躍をしました。そして今シーズン5月には不調の大山雄介に代わり、6年ぶりに4番で先発出場し、その試合で貴重なスリーランを放ち、7月には代打で逆転サヨナラにつながるライト前ヒットを放っています。もともと内角の球を苦手にしており、特に内角の直球は年々さばききれなくなっていますが、それを補う経験と技術で何度もチームの危機を救っています。そんな原口は今年4月に FA 権を取得しましたが、移籍する可能性は低いのではないでしょうか。現在阪神の野手最年長で人望も厚く、ムードメーカー兼代打の切り札でもある原口はチーム内での立ち位置を確立しています。また本人が移籍を望んだとしても、ファーストしか守れない32歳のベテランは使いどころが限られ、他球団からの需要もおそらく低いはずです。リスクを取って移籍するよりも、現在の立ち位置でチームを支える方が原口にとっても自分の力を最大限に発揮できると考えます。以上、阪神の功労者5人が FA 宣言するかを検証してきましたが、ご意見ご感想がありましたら、ぜひコメント欄に入力してください。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次も興味深い阪神に関する動画を投稿しますので、チャンネル登録をしてお待ちください。